岩井崎岩井崎は宮城県気仙沼市の中心部から1 0トル南にある気仙沼湾入り口の岬。2015年に南三陸近火山国定公園を編入するまでは三陸復興国立公園最南端だった。石灰岩の岩場が続く岬で波の高い日、富士を見ることができる。岩井崎石灰岩化石は宮城県の天然記念物に指定されている。 黒松の多い太平洋に面した岬で、左側に岩井崎灯台、まっすぐ進むと岩井崎展望台があり、破色によって削られた、石灰岩の基岩が500メートルほど続いている。北側に、大島流、舞崎、南側に、お鹿半島と、金華山が見える。岩井崎の吹き地は、なぎの日は吹かず、うねりの高い日は10メートル以上も吹き上がる。岩崎から2キロメートルに、 特来祖、白大丸、黒大丸、南側1キロメートル沖に、塩磯が並び、沿岸から約2キロメートルまで岩礁が多いため、船が座礁しやすい場所として、昔は地獄先と言われていた。1723年、第5代仙台藩主の伊達吉村公が、領内視察でこの場所へ来たとき、地獄先では縁起が悪いので、岩井崎に改名し、 岩井崎と記されるようになった。岩井崎は、古生代ペルム紀に形成された、石灰岩地帯で、波と雨水によって侵食された岩場が続いている。左側には、地殻変動の熱で、大理石に変質している場所も、部分的にあり、その大理石地帯で、ペルム紀のフズリナや四社ン,ンゴ海ゆり、海ユ,ユリの養精ドリオラリアの化石を誰でも、観察することができる。 公演のため採取は不可であるが、観察や撮影は可能である。ありがとうございます。